はいどうも皆さんこんにちは、ツインズワンゴルフピラツインストラクターの千秋です。今日はですね、このチューブを使った1分間でできる上半身のパフォーマンスアップドリル、これをやっていきたいと思います。このチューブはこういう輪っかになってるやつですね。あんま特別なものではなくて、ネットとかで5本で1000円ぐらいで売ってるやつです。このチューブを使ってですね、肩甲骨周りとか上半身のエクササイズやっていくんですけれども、普段の練習だったりトレーニングにも取り入れていただきたいですし、あとラウンド前にね、ちょっと回数を減らしてやってあげたりすると効率のいいウォーミングアップになります。はい、じゃあこれ使って早速やっていきましょう。はい、まず基本的な持ち方ですけども、チューブの真ん中に親指だけ入れます。はい、胸を張って肩を下げましょう。まずは肩甲骨です。しっかり後ろに10回。今度は手を上に上げて、肩をしっかり下げてから頭の後ろで10回引きます。この時肘がこう伸びないように注意してください。しっかり肘を曲げて肩甲骨を動かします。しっかり肘を曲げて胸に食い込むように後ろに引きます。この時しっかりね、拳が肩より後ろに行くようなイメージでやっていきましょう。片方は前、片方は引きます。しっかり肩を前後に動かすように、背骨から肩甲骨、腕まで動かしていきましょう。次は片手が前、片方の手を後ろに引いていきます。この時前の手は手のひらが下、後ろの手は手のひらを上にしていきましょう。しっかり背骨と肩甲骨を連動させて胸を開いていきます。膝立ちの状態でローテーションしていきます。下半身は動かないように、しっかり前の手は押す、後ろの手はしっかり肩甲骨から引いていきます。肩をしっかり動かしてお腹や背骨としっかり連動させましょう。では最後に胸を張って肩を下げたまま大きく回していきます。肩が上がらないように注意しましょう。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。このチューブを使ってね、背骨だったり肩甲骨をしっかり連動させて動かしてあげる、そうすると効率いいウォーミングアップになりますし、可動域も広がってね、すごくいいトレーニングになってきます。あと普段肩こりがある方なんかもしっかり動かしてあげるとね、肩こりが改善されてきますので、ぜひやってみてください。